ほどよい気分で今日もドラクエただの村人のパクチーです。よろしくお願いします。はい、今日はエビフライっていうことで、今日は何をやるかっていうと、はい、バージョンアップが近づいてくると、まあ、大体ね、料理の値段がね、ちょっとずつ上がってくるんですよね。で、今回はスマッシュポテトのね、作り方をやっていこうと思います。スマッシュポテトね。野菜が3つかな。と、目玉焼きが3つ並んでるんですけど、これ意外と難しいんですよ。まあ、なんて言えばいいんだろう。バランスパスタみたいに、一箇所だけ強くなって、そこを狙っていくやつなんですけど、どう？結構ね、運要素高いんで、まあ、ある程度、まあ、安定するというか、こう、手順をね、決めていくとね、こう、そこまで1ではなく2とかね、3ができるんで、まあ、必ず3ができるってやり方ではないんですけど、まあ、私のね、ちょっとやり方を説明していきたいと思います。それでは、場所を移動していきましょう。場所を移動してまいりました。まずね、目玉焼きが3つ、そして、お芋ちゃんが3つ並んでます。お芋ちゃん野菜ね。で、目玉焼きの方が第一天井が130で、お芋ちゃんの方が、195で、第二天井焦げちゃうラインが、お芋ちゃんが225で、目覚ましテレビじゃねえや、目玉焼きが、160です。目玉焼きがね。はい、じゃあそれに注意しながらね、やっていきたいと思います。で、今回は、今回使う技はこちら、ちょっと待って、こちら、狙い焼き、それと強火焼きですね。なので、狙い焼きと強火焼きあればとりあえず大丈夫です。まあ、焼き戻しもあった方がいいですけど、もし焼き戻しない場合はね、まあ、ちょっと賭けですけど、狙い焼きと強火焼きでもまあ作れないことはないと思いますんで、まあ、とりあえずやっていきましょう。まずどうするかといったら、はい、こちらね、7番のお芋ちゃんを上、こちら、4番に移動ですね。で、そしたら次に、こちら、はい、9番のお芋ちゃんを6番に持ってきます。で、そして、はい、こちら8番のお芋ちゃんを強火焼きの、4番じゃない、5番にね、持っていきます。はい、そしたら、1回目のね、高火力になるときまでは、このまま焼いていきます。はい、このまま焼く。これね、この、1箇所だけ、火力と回心が上がってる。ここまではそのまま焼きます。これなんでかって言ったら、ここで強火焼きやっても、多分ね、お芋ちゃんたちはね、回心いかないんで、回心で、本回心入んないんで、1回目はシカトします。はい、で、こっから今度強火焼き、はい、こっから微調整していきます。ここからはね、本当に、天井に近いものからどんどん狙い焼いていきます。はい、あそこはね、107、まあ、ギリギリ、95のライン超えると思うんですけど、ちょっと怖いんで、今回はスルーしたいんだけど、ここで混ぜ合わせときましょう。いきましたね。一応いきましたね。今いきましたね。93、今一応混ぜ合わせしたんで、多分ギリギリね、ライン乗っかったと思うんですけど、できればね、このめお芋ちゃんの方は150を超えたあたりから狙い焼きをしていくのがいいのかなと思います。狙い焼きね、ブワってなった時ね、効果力で回心率が上がった時は、150超えたあたりから狙った方が、まあ、確実ではないけど、回心が入りやすいのかなと思います。なので、そしたら今度はここを混ぜ合わせちゃいます。4番と、5番、はい。で、これ注意しなきゃいけないのが、目玉焼きの方もちゃんと注意してみましょう。92、あれだいぶちょっと焼けちゃってるんで、混ぜ合わせておきます。この目玉焼きちゃんたちは基本的に均等に焼いていきます。はい、で、このまま焼いていく。で、これは、右上はね、若干入りづらいんですけど、一応ここは130なんで、まあ、ラインとしては90超えてるあたりから狙い焼きしたいんですけど、まあ、今回ちょっと狙ってみますか。56はちょっと微妙ですね。まあ、一応、回心入ったんで、あそこはシカトしておきます。で、詳しく見ます。この169、これ170超えてくると、真ん中だとちょっと焼けすぎちゃうんで、こいつを8番に下ろしちゃいます。で、こいつを弱火に持ってく。で、混ぜ合わせで、ここ均等です。ここは基本均等、混ぜ合わせ。はい、で、左下来たんで、これ左下を狙い焼きます。はい、18はラッキーですね。ラッキーなんだけど、あれは多分偽物の会心なんで、今回だいぶ運要素高いです。まあ、基本的にスマッシュポテト運要素高いんで、
ちょっとねそこが難しいところです。まあこのまま焼いていきましょう。で次のブワまでとりあえず持ってきます。まあここ混ぜ合わせましょう。詳しく見て130、片方130入ってるんで、まあここで狙い焼きしてもいいかな。130超えてない場合は狙い焼きした方がいいと思うんですけど、まあ今回狙い焼いてみましょう。入んなかった場合ちょっと残念な感じで、で最後このブワを狙い焼いて、はい、これで仕上げます。まあ2か3はできたと思うんで、基本的にこれ必ず3できるっていうのはほぼほぼないんで、はい、どうですか。はい、2ですね。まあこんな感じでとりあえず焼いていきましょう。それではじゃあ3ができるまでね、ちょっと実際やってみたいと思います。はい、じゃあね、作っていきたいと思います。はい、まず左を真ん中、ここまでの工程は一緒です。でなんでこいつが最後かっていうと、こいつを最初に動かしちゃうとここで焼けすぎちゃうんで、こいつは最後に動かします。でこのまま焼く。はい、あれはシカト、最初のブワが来るのはシカトします。でこっから強火焼きで、あと目玉焼きは基本的に均等に焼いていく。はい、このままこのままで目玉焼き、はい、真ん中来ました。目玉焼き真ん中来たらここ狙い焼いちゃいます。基本的に、目玉焼きの場合はまあ基本的に90超えてた方が狙い焼きの会心が狙い焼きで会心した時に本会心が入りやすいと思うんだけど、今回狙っていっちゃいます。はい、59、奇跡が起きました。はい、じゃあこのまま、詳しく見ます。はい、47と44だと、47のが焼き加減が高いので低い方をと交換します。はい、で真ん中、これまだブワ来てないんですけど、真ん中が若干あれね190超えちゃってるんで、狙い焼いちゃいましょう。ここで強火焼きのところはね、狙い焼きしてね回心が入りやすいと思うんですよ。あーダメでしたね。そういう時は混ぜ合わせちゃいます。はい、混ぜ合わせで次のブワまでとりあえず待ちましょう。はい、来ました真ん中68、これ多分ちょっと微妙なんだけど狙い焼いてみましょう。いや、あの68はね微妙です微妙ですね。じゃあ真ん中、運要素高めの真ん中、はい、28で横返しをします。ここで、はい、であと体力、集中力がちょっと足りないんで、こいつも横返しで、はい、真ん中これ来たら狙い焼き、はい、36で最後このまま焼いていく。あ、ちょっと足りないんで強火持ってっちゃいましょう。縦返しでこのままで最後狙い焼き、はい、はい、25。さあこれで星さんができたんじゃないでしょうか。だいぶ運要素マックスなんですけど、さあどうでしょう。来ました、なんとかね星さんできました。まあ見ていただいたら分かると思うんですけど、結構運要素高いんですよ。まあでも最初のそのブワまで、最初の1回目のブワまではとりあえず強火焼きをせずに素通りした方がいいと思います。なんでかっていうと、そこで、最初のブワの段階で強火焼き使ってると多分ね本会心までのね、基準値に達さないと思うんだよね。なので最初のブワを飛ばしてから、そっからは臨機応変に芋だったら150超えたあたりから狙っていく。150から170の間ぐらいかな。まあ、150って言ってもあのブワが来てる時ね。で目玉焼きの場合はまあ70から90ぐらい、まあ、90超えてたらほぼほぼ狙ってもいいんだと思います。はい、まあ、私はそんな感じでちょっと見ながらやってますけど、まあちょっとねスマッシュポテトなかなか難しい、運要素高いんですけど、皆さんもね頑張って作ってみてはいかがでしょうか。まあ、バージョンアップ後はね結構売れるんで、何気にね原価もそんなしないんで作ってみてはどうでしょうか。同じことね大切なんで2回言いました。はい、それではね今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではまたね次回の動画でお会いしましょう。パクチーでした。いやーちょっと今日はね言葉がちょっとうまく出なかったな。まあいつもなんだけどね。はい、今日はねデルメゼのね、倒され方をちょっとやっていきたいと思います。デルメゼの倒され方、はい、ちょっとね今装備一応見ていきましょう。私今回天地なんですけど、一応ねこちらブレスはね、ちゃんと積んであります。ブレス100で、頭に怯えガードもついてるんでこれ大丈夫です。でここでブレス積んでる。そして下は
攻撃魔力、まあ、これ回復魔力の方がいいんですけど、まあ、攻撃魔力ちょっとつけていきたいと思います。で、片手じゃねえやカテドラルグローブ、はい、これね一応呪文発動速度、そして足は転びガードつけていきます。まあ、転んじゃうとねどうしようもないんで、まあ、倒されるかもしんないけど、まあ、倒され方なんでね、転びガードも一応つけていきましょう。はい、まあ、装備こちら、アクセサリーの方は、まあ、見ていただければわかると思いますけど、完成してません、そんなにね。ダークアイもつけてるし。で、金ロザ。一応ね、倒されちゃうんでね。そう、倒され方なんで、一応金ロザもつけてきます。はい。まあ、みんなもね、いろいろ倒されてる方いると思いますけど。はい。それじゃあね、やっていきたいと思います。では、場所を移動していきましょう。はい。それではね、倒されに行きましょう。はい。まず、とりあえず前に出ます。前に出て、はい、そしたらここで、まあ、倒されるんですけど、ゲンマ召喚ね、していきましょう。倒されるんで。はい。さあ、カカロンを出していく。ここはね、バルバルじゃないんですよ。さあ、絶対レードはね、基本的に食らわないんで。はい、で、大丈夫です。これ倒されるんで、あ、ちょっとまずいですね。姉子まずいんで、これ倒されちゃいますね。あ、倒されてない。倒されてない。で、これ、パクタゲなんで、でも、この絶対レードは食らわないんですよ。倒されない。はい。じゃあ後ろ行きましょう。はい、ファイナルで、それ食らわないんで倒されない。はい、後ろ下がります。で、このまま後ろ下がって引っ張っていきましょう。さあ、2です、今日は。はい、こっち来た。はい、パクタゲです、パクタゲ。はい、これなんだろう、ワンツーかな、ワンツーかな。これは倒されると。倒される。はい、これ倒されます。でもカカロンがいるんで、復活する。はい、で、姉子倒される。で、ここでファントムボールが来る。はい、パクチーは倒されない。はい、これ復活させる。はい、アネゴワンツー倒されない。さあ、モンチさん復活する。それアネゴタゲ倒されない。さあ、はい、ファイナルで、それはアネゴ倒される。で、ゲンマを解放する。そして、はい、パクチー倒されない。さあ、じゃあこのまま、さあパクタゲです。それは倒されそうだ。それは倒されそうだ。さあ、引っ張っていく。倒されそうだ。よし、当たっとこう。それは倒されない。さあ、まだいける、まだいけるよね、まだいける。さあ、ガントレットお姉さんは倒されない。さあ、はい、魔食避けていく。で、戻る。で、ここでゲンマ召喚カカロン、はい、消えていく。そして復活する。で、パクチーは倒される。あー